イースーモ選手権理想の物件チャレンジカップ、今田選手理想の物件を見つけることができるのか、おっとなぞって検索です。好きな範囲だけなぞることにより細かくエリアを指定できる便利な機能を生かした戦略ですね。地図を移動して自分が好きなエリアだけなぞっています。こだわりがすごい。指の動きとラインが綺麗にリンクして美しいプレーです。さあどうだ、これだけ範囲を絞ってもたくさん物件があります。さすが物件数ナンバーワンのスーモだー。まだここにない出会い、リクルート。イースーモ選手権こだわり物件オンラインカップ出ました。他のこだわり条件、たくさんの条件が並んでいます。2階以上、南向き、コンロ2口以上、次々条件を入れていく。バス、トイレ別、オートロック、どこまでこだわりを見せるつもりだ今田選手。そして最後は即入居か、一気に来ましたよ。ここで決めてやるという執念を感じますね。これだけ条件を選んだが出た。さすが物件数ナンバーワンのスーモです。まだここにない出会い、リクルート。イースーモ選手権理想の物件チャレンジカップ、注目はチームファインド所属今田美桜選手です。こちらの種目はいかに理想の物件を見つけられるかというルールです。自分の中にどんなお部屋探しの条件があるかがポイントですね。さあ始まりました。おっと早速なぞって検索ですね。出ました、なぞって検索です。好きな範囲だけなぞることにより細かくエリアを指定できる便利な機能を生かした戦略ですね。地図を移動して駅の片側から公園までの、しかも自分が好きなエリアだけなぞっています。こだわりがすごい。指の動きとラインが綺麗にリンクして美しいプレーです。このこだわりの一面、吉と出るか凶と出るかと、これだけ範囲を絞ってもたくさん物件があります。さすが物件数ナンバーワンのスーモだ。さあここからどう攻めるのか。お、ここで物件数をタップして拡大。なるほど、さらに範囲を絞りましたね。凄まじいテクニックを見せる今田選手。そしてここで絞り込み検索ですね。細かい条件も入れていくようです。どう絞っていくのかが鍵ですね。まずは 1K、1DK、1LDK、 駅徒歩10分以内を選択と、何かをタップしたぞ今田選手。他のこだわり条件です。ここをタップすることでさらにこだわれるんですよ。こだわりプレーが止まらない。バス、トイレ別、独立洗面台、ここは足早に行く。2階以上で浴室乾燥機、忙しい一人暮らしには強い味方だ。さあ最後の条件を入れた、コンロ2口以上。そして今結果が出ました。一気に物件を確認しています。理想の物件は見つかるのか。これいけるよ、いける。見つかった、今田選手の理想の物件を見つけました。理想の物件への逆算アプローチ、どこまで計算してたんですかね。優勝は今田美桜選手率いるチームファインド、おめでとう。これが物件数ナンバーワンのスーモですね。まだここにない出会い、リクルート。イースーモ選手権こだわり物件オンラインカップ、挑戦するのはチームファインド所属今田美桜選手です。こちらはどれだけこだわった物件を見つけられるかというルールです。今田選手こだわり強そうですからね。さあ始まりました。早速条件を入れていくようです。まずは基本の条件ですね。ワンルーム、 1K、 1DK、 そして 1LDK まで。まだここあまり決めきれてないんでしょうか。もしかしたら間取りは狭めず選択肢を残してこの後で一気に勝負を仕掛けるというゲームプランですかね。なるほど。あ、動いた。駅徒歩は15分以内、築年数は10年以内。ここからがこだわりの見せ所ですね。来た、他のこだわり条件を押しましたね。出ました、他のこだわり条件、たくさんの条件が並んでいます。この検索条件の豊富さが勝負の決め手ですよ。さあ深呼吸した今田選手。2階以上、南向き、コンロ2口以上、次々条件を入れていく。バス、トイレ別、オートロック、どこまでこだわりを見せるつもりだ今田選手。そして最後は即入居か、一気に来ましたよ。ここで決めてやるという執念を感じますね。さあ検索結果が出た。そして物件を探る、決めた。いやー、いいプレーでしたね。ん、いや、まだ決めてない。他の写真も見るようですね。豊富なこの写真の中から素早く選び、そして拡大、細かなところまでチェックしていきます。こだわりがすごい。うわー、すごいテクニックが出た。これはすごいプレーだ。チェックを終えて決めた。今田選手、こだわりの物件をこの短時間で見つけました。イースーモ選手権こだわり物件オンラインカップを制したのは今田美桜選手、素晴らしいプレーでした。さすが物件数ナンバーワンのスーモです。まだここにない出会い、リクルート。
すごい。おはようございます。お願いします。おはようございます。お願いします。お願いします。お願いします。スタート。スーモ選手権理想の物件チャレンジカップ、注目はチームファイン所属今田美桜選手です。こちらの種目はいかに理想の物件を見つけられるかというルールです。おっと、早速なぞって検索ですね。出ました、なぞって検索です。これだけ範囲を絞ってもたくさん物件があります。さすが物件数ナンバーワンのスーモだ。あ、ここで物件数をタップして拡大。なるほど、さらに範囲を絞りましたね。そして一気に物件を確認しています。さあ、理想の物件見つかるのか。これいけるよ、いける。見つかった。今田選手、理想の物件見つけました。素晴らしい。やったー。ゲーム大会の世界に入れるとは思ってなかったので、初めての経験でとても楽しいですね。こうやってヘッドホンつけてマイク、なんか YouTube とかで見るやつと思ってあのなんかあのヘッドホンすごいなって感動しましたちょっと ありそうなとこでやっぱこの世界観はもちろんですし、あとその物件探しのスピード感は素晴らしいなと思うので注目してもらいたいです。洗濯物の畳み方はなんか結構自分なりのこだわりが割とある方な気がします。タオルの畳み方とか収納の仕方とかは結構その収納するタンスの形に合わせてとか、なので引っ越したりとかするとタオルの畳み方とか変わりますねスタート。スーモ選手権こだわり物件オンラインカップ、挑戦するのはチームファイン所属今田美桜選手です。洗面所の収納の仕方をもうちょっと変えたいなってずっと思ってます。収納に結構こだわりありますね。アイカット、アイカット。スーモの新 CM ぜひご覧ください。